皆さんこんにちは、料理人の熊谷哲です。今日はね、まあ、もうキュウリって言ってもスーパー行くといつでも一年中出てますけど、やっぱり今のキュウリってやっぱじゃあなんか味が濃くなって美味しいような気がするんですね。ですからキュウリを今日はね、だから漬物とかなんかじゃなくてね、おかずになるように、キュウリに本当に肉味噌をかけるだけ、まあ、そんな料理をね、作ります、まあ、ちょっと中華風です。材料の紹介です。今日は豚のあのひき肉、これ一度引きのひき肉です。それに、中に入るのは、まあ、ニンニクと、まあ、長ネギ、それに甜麺醤ですね、甜麺醤、それから豆板醤、それから醤油、それからお砂糖、それからチキンスープですね。それに仕上がりにごま油を入れます。じゃあこれから作っていきます。でまずキュウリの方を適当にこうやって乱切りにしてね、結構ねさっぱりして結構美味しいんですよ。今日は4本で作ってますけど、まあもう2本ぐらいでもねいいと思います。まあ、ソースの味が濃いから、まあ、キュウリの方には全く下味を、ね、してません。まあ、キュウリもさっと炒めてもね、まあ、結構美味しいですけどね。はい、こんな風に用意しておきます。でフライパンにちょっとオイルをね入れます。でまずここに豆板醤入れてね、香りをね出します。ここに残りのね調味料が入ります。味が混じったら、ここでね、水溶きの片栗粉で濃度をつけます。で、仕上がりにごま油が入ります。
これを粗熱を取ってからかけてもいいし、この熱々をねかけても結構美味しいです。まあ簡単だけどね、結構美味しいんですよね。はい、出来上がりました。さあ、いかがでしたか。きゅうりもね、こんな感じするとまたサラダとは違う、ね、それから、漬物とも違う。なかなかね、この冷たいきゅうりに熱々のね、ソースかけても結構美味しいんですね。まあ、こういう、市販の甜麺醤を使うと簡単にできますので、ぜひね、試してみてください。今日もありがとうございました。